あ、おはようございます。カットくん、ピピースマイル。あ、ケンタさんおや、おはよう、おはよう、ピーナッツです。エンドロールさんも、おはゆかです。ちょっとね、間に合わんくてね、頑張って配信までに、いや、メイクしてます、メイクしてます。すっぴんじゃないです。ごめんなさい。メイクだけして、で、ちょっと髪の毛がね、ちょっと、今日ね、出かけなきゃいけないので、髪の毛が間に合わんくて、ちょっと、 <laughs> いつもと配信場所ちょっと違うしねちょっと準備しながらなんですけどごめんなさい書いとこうトラップに何だろう朝準備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 しながら配信太陽太陽さん太陽 OK あ、死の、<laughs> ヤッホー昨日夜配信、寝落ちしてて見れなかった。いいですよ、いいですよ、全然。デコ出し可愛い。あれそう、マジか。出そうかな。<laughs> ネオンさん、こんにちは。こんにちは。さて、寝るか。ちゃんと起きてるじゃないですか。デコ可愛いですかデコ広いんですよね、結構。でもね、お家でおるときは基本的デコ出しとるけん。でもちょっと、今からね、やばいんですよ。配信終わったら、 すぐに家出なあかんくてちょっとね急いで用意していこうと思うんですけどなんかねごめんなさい用意しながらやっけんなんか皆さんコメントとかしてくれたら嬉しいですちょっと頑張って急いで用意していきたいと思います出してでコえじゃあちょっと前髪するまではデコ出しときますね 初見だったことがありますあありがとうございますユッピ好きか好きなのかお好きじゃないめっちゃ好きじゃないですか <laughs> あ青梅さんユピースマイルちょっとごめんなさいあの準備しながらで梶吉さん梶吉さん初見ありがとうございますお疲れピーナッツですちょっとねゆめっちゃ準備遅くて基本的に1時間半ぐらいかかるんですけどめっちゃね頑張れ不安定な位置にスマホ置いとるけん さんあざーす <laughs> こちらこそありがとうございますいつもねツイートもありがとうございます見てますよちょっとアイロンがなかなかヒつかんあいけたいけたいけたちょっとじゃあ頑張りますねメイクはねなんとか終わらせたんですけどお風呂とか入んやったらね時間がこれはすいません完全に虜ですえ 嬉しいあザリルさんお疲れピーナッツですちょっと準備しながらなんですけどごめんなさいなんか皆さんお話しかけてくださいマングースさんおつかピーナッツですおつかピーナッツです初見でありがとうございますこの枠は去年、ね、ちょっと2回しか配信できないので11時50分までやろうと思ってますあ待って結構大変や ゆっが,僕がユッピーが僕が好きすぎてっていうから仕方なく来たまあながち間違いではないですねゆかネオンさん大好きですよぜひ会いに来てください50カウント完了ありがとうございますタカさんちょっと多分ね準備しながらなんでちょっとコンペイトのお礼がねおろそかになっちゃうと思うんですけどごめんなさい皆さんでもコンペイトありがとうございますいしょ白ギャル感あるやんえマジですか ギャルうわでもねめっちゃ久しぶりにねがっつりメイクしたんですよなんかこういうね校外学習みたいなのなかったらね前はめっちゃ出かけてたんですけど最近あんまり出かけてなくて家に引きこもりがちだったのでねまあ久々に外出るということで頑張ってね可愛くしましまた服とかもねちゃんとしたの着ました。 頑張ってやっていきますね今日もカワッチねありがとうございますよしよしさんちょっと準備しながらなんですけどねごめんなさい,よい,しょよいしょちょっと急がば回れって感じなので頑張ってねゆっくりゆっくりやっていこうと思うんですけど皆さんは今日はどこもお出かけされないんですか あれ日曜日曜か日曜やけんお仕事も大体休みですよねごめんなさい準備しながらでょっとあ初訪問の方ありがとうございますあそりゃそりゃこれを持ってきたんですよ ごめんなさい準備しながらなのでねいつもと場所が違うんであの藤田優香と申します是非「ゆぴって覚えて応援してください」寝るえ起きてくださいえもうちょっとお話ししましょう優香と1時間だけなんでお願いします今日はおお昼からお話し会であ言ってましたねえ楽しんできてください楽しんできてくださいってあれですねお家だと思うけど楽しんでください 文吾さんお疲れピーナッツです。じゅんじゅんさん、初見です。ありがとうございます。初見でコメント、あの。ちょっと今はね、あの朝準備中なんですけど、あのゆぴと申しますので。ぜひ覚えてフォローと応援お願いします。初詣に行きます。え、ちょっと遅くないですか。え、遅くないですか。初詣、もう今年バリバリ始まっとる。おはようさん、今日も可愛い。ありがとうございます。 枯れかのやん。あゆか皆さんの彼女ってことでいいですか？国民的彼女でいいですか？でもどちらかと言ったら国民的妹がいいんですけど。ランシアさんこんにちは。こんにちは。皆さん、若干おはようございます。なんですけどもおはよう。ピーナッツです。今日は藤田裕子を見る日になっておりますえー、嬉しい。ちょっとお昼はね。お昼寝しといてください。家かちょっとお出かけしてくるので。 ベッドに熊乗ってるのかい。あ、そうなんです。あの森田さんがね。一緒に寝てるので。寝そべってますね。今。森田さん、あのいうか、家主よりもね。あの権利高いので。初詣あいつ行ってもいいもんや。あ、そうなんですね。なんか三ヶ日にだいたい行くんかと思ってました。皆さんお目くじ何吉でしたか。何吉って。今日はないみたいな感じだけど。 うんうん、ちょっと皆さんにね、質問があるんです。ちょっとリップの色をね、自分で決め、えっ、じゃにまるさん、ハートありがとうございます。ええー、嬉しい。ありがとうございます。朝から。リップの色をね、自分で決めきらんくて、ちょっと皆さんに決めてほしいんですけど、けいたさん、こんにちは、こんにちは。けんたさん、大吉だったえ、ゆうかも大吉でした。嬉しい。 ネオさんでかえ何がでかいですか何のでかい顔ですか顔でかい悲しいモリアさんおはようおはようあもうこお疲れピーナッツですそう皆さんにねリップの色決めて欲しくてどれがいいですかちょっとあ待って待って待ってこれ見えてない何色がいいですかねどれが似合いそうですかあ初見の翔太さんありがとうございます 落ちた落ちたかわいいかわいいコマネチコマネチフォローしたあれでフォローしたあれでコマネチめっちゃコマネチするやんありがとうございますあのぜひゆぴで覚えてください準備中なのでねごめんなさいゆかちゃんかわいいあしのありがとうマットなやつマットマット持ってないですよマットですかねかわいいかわいいなええめっちゃかわいいってありがとうございますえ嬉しいかわいいから好きありがとうございます そちょっと待ってさっきどんなラビやったっけなちょっともう一回いいですかちょっとこれで選んでもろてあちょっとじゃこの子脱落させようちょっとこれでね皆さんどの色が似合うか選んでくださいめっちゃ手震えるやばい昇太さん大吉だった優か大吉でしたなんかね 二回行ったんですよ。で、一日に行った時引いたら吉だって。で、二回目に三日ぐらいに行ったんですけど、その時大吉だったのでね、大吉の方信じようと思います。<laughs> サンローラン。あこれがいいですかえ、でもさっき市の真ん中って言ってくれてましたよね。あ、翔太さん、フォローありがとうございます。お腹すいたけん、ポテトチップス。あ、ポテチいいのあ、どっちさんピピスマイル。じゃあ、ピンキーなプルプルなやつ。気 <laughs> ケンはどんな感じ なんかピンクっぽいやつが好きですごめんなさいちょっと並び方変えちゃったのでもう一回選んでもらっていいですかマットね持ってないんですよいうか右から5本目右から5本目あこれかななんかイブさん多いのでイブさんにもしようかなあじゃああれやえシノってこれって言ってましたかっっっっっっって言っとったっけ <laughs> 言っととったたけけとか言って。 なんか日本両方塗ろうかなとか思って重ね塗りしたらえじゃあこれとこれ重ね塗りしようかな皆さん選んでくれたけんあべっちさんは金キャップのやつかわいいえじゃあこれ,これ塗ってから上からこれ塗りますね左の薄いピンクあ待ってもう決めちゃった <laughs> どれがどういうやつかわからんちょっと塗るけん楽しみにしていてください うん、それあじゃ花これでよかったポテチ食べるために箸取りに行くおゆう子もポテチは箸で食べる派ですよポップコーンとかもね全部箸で食べちゃうって感じですね手汚れんけんいいですよね絶対これリップ縫いんよりめっちゃシュールだと思うどうですか赤い そんなこともない。いい感じ <laughs> どうですかね横顔助かります。え皆さん横顔好きですかもしかして。あ、待って。松清さんがフォローしました。えー、ありがとうございます。そういうドラッグストアありましたよね。待って待って。アイロンしようとしたのに、コテの電源入れる忘れとった。ゆっぴ顔助かります。<laughs> <laughs> それはちょっとねエブリでユピ顔なのであらよいしょよいしょあくく刺さらんあ刺さったよしそんまにね今日ダメダメなんですよスマホも充電せんとね取ってね今充電しながら配信しようんですけど皆さんコンペットありがとうございます 単ン絡んだえ絡んでないですあの <laughs> アイロンのコンセント挿そうと思ってめっちゃいかつくやってましたリップ色綺麗ありがとうございます全部ねさっき見せたやつね一個は自分で買ったんですけどあとは全部友達とかにタンプレでもらったりしたやつで結構お気に入りなんですよさん <laughs> 一緒に皆さん準備しましょう皆さん出かけるか知らんけど ちょっとアイロンがね温まるまでお話ししようかなって思うんですけどなんかぜひぜひたくさんコメント書いてくださいよいしょ初訪問の方ありがとうございます大人っぽくなったねなんかねよく言われますメイクしたらちょっとね大人っぽくなるんですよゆぴちゃんの横顔も好物ですえ <laughs> でもよくね鼻の形きれいってよく言われますどうですかちょっと鼻鼻見てほしいんですよ 鼻 <laughs> の形綺麗ってよく言われます髪の毛のセットってめっちゃ難しくないえゆうかねめっちゃ最初ね不器用で苦手やったんですけど結構練習して高校の時とかになんかそれで割とね慣れてきたらほんまに慣れですよえてかいなさんあの推薦コメントありがとうございますあとねツイッターを言いましたよ嬉しかったですありがとうございます花田上沢え嬉しいそうなんです鼻がね 綺麗なのが自慢なんですみなさんピピスマイル鼻綺麗じゃんねそうなんですよ鼻がねなんかね一回あのー、部活卓球やってたんですけど卓球部の後輩に言われたんが須田まさと同じ鼻の形しとるって言われて須田まささんと同じ鼻の形らしいですよくわかんないんですけどねその比喩は あ、いちごさんお疲れピーナッツです。お疲れピーナッツ。いらさん、ありがとうって。いえいえ、こちらこそありがとうございます。髪のセットは前髪が最難関。え、めっちゃわかります。ほなけん、はじめ言うかね、前髪かき上げとかだったり、こう、何や、あの、斎藤京子さんみたいな、こういう巻き髪だったんですけど、もうめんどくさすぎてパッツンにしました。<laughs> お出かけめっちゃ楽しむんやで。え、楽しみます。 結構ね、久しぶりにねあの、学校の子とかにも久しぶりっていうと3日ぶりぐらいなんですけど会えるけん楽しみです綺麗なのは花だけではないっすよねあらあら <laughs> 35363536 35えデートですかデートじゃないんですよ校外学習です校外学習なんか技術鑑賞会みたいな学校の行事で行事っていうかまあ授業なんですけど。 ちょっとね楽しんでいきます <laughs> 結構ねいけたよしよしちょっとね髪巻いたりしていくのでぜひ皆さんコメントをお願いします優香はあの使い物にならないので今からよいしょやばヒートテック見えたダサいダサい <laughs> どんなデートが好きなんですかえどんなデートえでもわからん もしやるんだったらお家でゲームとか <laughs> なんか家でスマブラとかして <laughs> 楽しみたいですね <laughs> ロングのストレートいいですねあありがとうございますでも今から巻いちゃうんですよで今日はハーフツインにしようと思ってて今日のコーデも可愛いですありがとうございますなっちゃんこんにちはこんにちはちょっと今準備中なんですけどね 校外学習待って待って漢字違う校外じゃないよ。わ、よしよしさいいこと言う。今俺たちデート中じゃん。え、いなさんキラキラの星ありがとうございます。お金かからなくて助かります。え、でもちょっとケーキとかは買ってほしいかな。<laughs> めっちゃいいんだな。いや、外も好きですよ。あの結構ね、テーマパークとかカフェも行ったりするんですけど、でもなんか、 やろまあ、楽しいけど割と家でゲームとかも楽しいじゃないですか <laughs> なんかそっちの方が楽やしあ危険丸さんおはようさんおはようさんです山登りデートいかつでもあのパパとかとは山登りデートしましたよ <laughs> 花さん、ピピスイマルえ、ちょっと忘れいだピピスマイル <laughs> ありがとうございますちょっと髪の毛巻いていくのでね頑張って多分顔が必死になりながらの配信になると思うんですけどまぜ、あ、ひ皆さんコメント送ってください <laughs> よいしょイエージデートは彼氏が一番喜ぶやつえマジですか えー、皆さん外出かけたり出かけたいって方が多いんじゃないですかね基本そんなこともないんかなどちらへお出かけなんかね学校の授業の一環でなんか校外学習みたいなのがあって日曜なんですけどね <laughs> けどそれにね行ってきますなのでねお昼の時間帯ちょっと配信できなくて次は夜の21時からなるんですけど 福島ならうずしを一回見に行ってみたいなええあれめっちゃ怖いですよなんかね下が透けてる箸みたいな上からね見るんですよ下がんあてるな下が透けとる箸から下をん下 <laughs> 下の渦をね見えるんですけどあれ結構怖いですよよいしょもう一回デコ出しみたいは前髪作っちゃったけどえー うわじゃあ次次配信するときえでも、ね、デコ出すのあんまつけちゃうんですよねあでもちょっと巻き終わったらじゃあ一回デコ出そうかなせっかくの日曜日にそうなんですよせっかくね日曜日やけ皆さんにねなんか大体皆さんお仕事休みじゃないですかだけ見てもらえる機会が多いけんと思って結構時間も工作してねやろうと思っとったのにもかかわらず 行かななけければいけない <laughs> 悲しい皆さんともっとお話ししたかったの。デートはやっぱ観覧車やねあ定番ですねどこか連れてっては結構恐怖あああれですか優柔不断みたいなでもねゆうかも結構ねあのご飯とか食べに行った時結構迷ったりするのでちょっとね <laughs> 美味しいね 小原さんとデート行くってなったらちょっとお任せしちゃうかもしれないですあでも映画館とかも結構いいですよね定番やけど一緒に動物園なんてどうですかえ行きましょうえ文吾さんってパンダ好きなんですかパンダやけんアイコンあでもね動物の、ね、家かあれなんですよそれだけねアレルギーでねあの一回ね動物アレルギーって知らんくて 小学校の時に遠足で動物園行ったんですけどその時になんかリスザルリスザルのなんかリスザルのコーナーにね入れるみたいなんがあって結構距離近くだったらめちゃめちゃなんか行きできんくなってなんか自魔神とか <laughs> 出てダメだったんですよ。一緒に水族館どうでしょうかえいいですけどえ全然めっちゃ行きたいんですけど優香めっちゃあれなんですよ。 深海峡浮みたいな感じであの水族館ってこう水槽水槽水槽って感じじゃないですかこう水槽のトンネルみたいな感じじゃないですかあれがめっちゃ怖くて <laughs> でもねお魚さんは好きなのでぜひ行きましょうゲームしようぜえゲームしましょういうかスマブラ強くなりたいんですよねパンダ好きですよえじゃパンダ見に行きましょうよあれですよね上野動物園とか 今度有名でしたっけあんま知らないんですけどアッスさんこんにちはこんにちはちょっと準備中ですブンブンさんこんにちはこんにちは稲妻ブンとかどうやちょっと新作出るのでじゃあ一緒にやりましょう新作出たら猫アレルギーなら人間アレルギーもあったりしてえ人間アレルギーとかあるんですかあでも言うか猿アレルギーやけんワンチャンあるかも僕ゼウス 使うわうわ最悪倒せませんそんなん尊すぎてえー、皆さんはあれどこ行かれるんですかあのお出かけするってなったら大体だけどねなんか今ね友達と言ってるのはね結構前から言ってたんですけどあたかちゃんさんこんにちは初見でコメントありがとうございますあの今はこんな 準備中なんですけど、ゆびと申しますのでぜひ覚えて応援お願いします。毛が濃い人にはアレルギー発症するかも。<laughs> <laughs> なるほど。猿っぽい毛。そう。<laughs> 猿アレルギーが俺か俺猿どしあうわ。ほなちょっと死ぬはアレルギーかもしれんいうか <laughs>。 大阪とか神戸行くことが多いかな、特に目的はないけど。え、でも、食べ歩きとかしとったら、楽しいですよね。け結構器用な、器用ですよね、これ言うか。ゴッドノーズ、わ、ゴッドノーズでも、結構 T. P. 使うけんね、ダメなんですよ。松木よしさん、こんにちは、初見ありがとうございます。こんにちは。伊藤拓哉さん、伊藤さん。お、こんにちは、初見でコメントありがとうございます。 ぜひねあのー、フォローと応援お願いしますゆぴと申します猿顔アレルギーかもあそんな失礼なこと言えませんよよいしょ。でも猿顔って大体人間猿顔じゃないですかゆうかもそうだし俺アレルギーか <laughs> ちょっとね猿年はゆうかはね羊年ですヘブンズタイムヘブンズタイムもね t p 七十ぐらい削られるんでダメです スポッチャ行くかうわっいうか卓球しかできないですけどいいですかスポッチャね1回とかしか行ったことないえ1回いやスポッチャスポッチャ多分行ったことないんですようかボーリングもしたことなくてボーリング行ってみたいですボーリングしたことないのでファイアートルネード連発やうわファイアートルネードはね結構いいんですよあれそんなに TP 使わんかったはずなので。 えでもね、昨日ねおとといかなあの寝込んどった時に体調悪くてあのコロコロチャンネルが YouTube で稲妻イレブンをあ,のあれあれえなんだっけあげてるんですよゼウスと戦って終わるエイリア学園の前まであげててでそれをね寝ながら見てましためっちゃ懐かしいなと思ってなんか、ほんでねあのゴウエンジの妹が家かちゃんって言うんですよでねゴウエンジにね ゆうかって呼ばれてちょっとキュンキュンしてました勝手に <laughs> 動物と戯れるゆぴちゃん見てみたいわえ行きましょう猫カフェとかねあの虫類カフェとか行ってみたいんですよねあとカワウソとか一緒に映画はどうでしょうえ行きたいです映画今何してるんですかね TP めっちゃ少ないよですよねなんかなのに割とねゴール入るけん ボクサーがサーブ20種類くらいを駆使して全力であ僕が僕がサーブか <laughs> やばいやばいでもさすがに勝ちますよやってたんで今度デコ出し可愛すぎるのでデコ出し配信お願いしますえわかりましたで今度あのすっぴんでするときデコ出しします完熟ヴァンパイアさんピピスマイルピピスマイルありがとうございます初見でコメントロビングで遊んじゃおうかなえロビングって何ですか ほ、えっと、んで神はいたけんあまだまだここをなんか何やっけさっきなんかね話そうとしたんやけど「猫カフェ」とかえー、ねえねえい,いいですよねまあ、行ったことなくていうかまだ猫カフェっていうものにぜひ行ってみたいんですよ卓球のダブルスって交互に打たなあかんないっけそうですよ交互に打つんですいうかね一っときね <laughs> あ,あんまり上手くなかったので <laughs> 団体戦の時はね後輩とダブルス 組んんででたたりしたんですけど皆さんカットマンって知ってますかていうかカットマンだったんですよ。あのラケットのラバーのにブツブツがついとってあの打たれたボールとかをねカットして返すっていうやつなんですけど格下の相手にいっぱい点数取りたい時に使うあのあれですよね草むらじゃないけど道端とかで試合ふっかけられた時に「天王寺動物園から新世界で昼飲みは?」 天皇寺動物園も行ったことないです。昼飲みはね、ソフトドリンクなら OK ですよ。体育でやってめっちゃ難しかった気がする。え、絶対にあれ経験者じゃなかったらむずいですよ、ダブルス。ゆう香も苦手やったもん。わざっとスマッシュ出せたる。うわ、ミスったらはずいやつ。え、死のハートありがとう。ありがとう、かわいい。いっぱいありがとうございます。よいしょよいしょ。やばやばい。焦げる焦げる。焦げる髪の毛。 卓球部だったのそう卓球部だったんですよゆうか実はこうよいしょこんにちはルシフェルさん初見でコメントありがとうございますあのゆっぴと申し,申し訳ないじゃないゆっぴと申すので <laughs> ぜひ覚えてフォローと応援お願いしますうわだるだるって何ですかスピンかけるやつかあそうそうそう,そうカットマンでこうやってねやるやつ カットマン皆さん結構ええー、知ってるんですね嬉しいやばコメント読むも遅す,すぎごめんなさい卓球部だったんですよ健太さんカットマンかっこいいありがとうございますすごいところの球広いよねそうなんです結構ねあの台とも距離空いたりしてね割と楽しいんですよ一緒にご飯行きましょうえ行きましょう唐揚げ食べたいです軟骨の粒の方にはナックルでえちょっと難しい難しいあシノうちでの小槌ありがとうございます 待って待っていっぱいだ俺も中学卓球部だったよえー、一緒一緒ゆうかも中学えほえ何,何してたんですか普通に攻撃ですかでもね男子の卓球ね一回ね男子男の子ともねやる試合があったんですよなんか男女混合でマッチンマッチするやつがあったんですけど男子えぐいです絶対無理ユッピーマン <laughs> カットマンユッピーマンえしのだるまとかもいっぱいありがとう カさんこんにちはこんにちはトッチさんトッチさんかわいいありがとうございますえーだるまとかもありがとうたくさんタッカさん卓球うまそうえ嬉うれしいそんなうまくなかったんですよでもかわいいありがとうございますえスすだっちさんにゃにゃにゃ待って待ってすだっち徳島の方ですかもしかしてトッチさんまだありがとうございます前後に動かすかきついきつい体力持たん トトロさん、トトロさん、職刑ありがとうございます、にゃにゃにゃ <laughs> 待って死の名前見てみ、ゆうかちゃん可愛い大好き待って、何その素敵なアットマーク嬉しい最初はカットマンだったけど、普通に攻撃ばっかりやってたゆうか逆です初め攻撃やって、自分のチームにカットマンがおらんかったんですよなんかそうしたら、顧問の先生にあ、藤田、カットマンやってみんかみたいな言われて でなんか先輩にカットマンが一人おったんですけどその人がめっちゃかっこよくて、まあ、かっこよかったし憧れてたんであ全然やりますって言ってカットマンやってました途中から星3週ウーバーゆっぴゆっぴお届けあありがとうございます素敵なウーバードライブ打つ方が楽えドライブとかも知ってるんですかネオンさんももしかして卓球部ですかドライブね あのドライブ結構回転かかったやつとかやったらカットする難しいんですよ物先生の,ものまで,前 <laughs> でも顧問の先生めっちゃおもろかったんですよなんかめっちゃ鼻の穴大きくて悪口とかじゃなくて本人が言ってるので鼻の穴大きくてでなんか500円玉がね鼻に入るんですめっちゃすごくないですか でも、ごついね、卓球うまかったんですよ、顧問の先生も。カズよしさん、お疲れピーナッツです。初見でコメントありがとうございます。ぜひ、あの、ゆぴで覚えてください。こんにちは、こんにちは。どうしよう、これで終わりでいいかな。ピコットキャット。ピコットキャット、ラミコさん、こんにちは、初見ありがとうございます。ぜひ、ゆぴで覚えてください。皆 <laughs> さん、失礼、いや、あの、本人が言ってたんです。 中学3年大学3年社会人2年えずっとやってるじゃないですか激強卓球の玉鼻に入るのそれ,それは入らんって言ってましたやらせようとしました一回 <laughs> 一緒に焼肉行きましょうえ行きましょうっいうかタン大好きですあだからピーナッツ <laughs> 鼻に入れるってことですか違うよコマピョさんニャ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 です ですコメントすいませんえ全然コメントたくさんしてください白井先生さんありがとうございます是非ねフォローと応援お願いしますやらせたんかいさすがに入らんかったです高校の時バスケ部でしたえかっこいいいうか部活動やったらバスケとアメフトが好きです何でお疲れピーナッツなんですかなんかねあアメッツさんハートありがとうございますかわいいなんかねあの普通にこれキャラでやってるとかじゃなくて 学校で普通になんか途端に出た言葉が学校でなんかあのすれ違う人にねお疲れ様ですってうちの学校言わなきゃダメなんですけどその時になんかパッって出た言葉がお疲れピーナッツですって言っちゃってでもほっからちょっとね流行らそうと思ってお疲れピーナッツってやってますえ、アベッチさんとドッチさんハートありがとうございますえちょっとねえ、どうしてなんかこのえ、可愛くないですか髪の毛の巻きどうですか こっからね、ハーフツインするか、もうなんか、割と可愛いんで、これで完成でもいいかなとか思ってるんですけど、えどうですか学生時代アメフトやってましたマジですかえー、かっこいい。うちアメフト部なかったんですよ。でもね、好きなんです。可愛い,い。ありがとう。<laughs> 嬉しい。ゆきゆきピーナッツ。 ラクハラさんも可愛いありがとうございます嬉しいめっちゃ清楚え嬉しいなんで関西弁なんですかあババンこういうものなんですけど <laughs> 徳島県出身なんですけど今は大学一年生やらせてもらっててで大学が大阪にあるので大阪に今は住んでて であの友達がね結構大阪の子が多くてゴリゴリの関西弁使う子が多いのであのちょっと映りましたでもともと徳島って関西弁にプラス泡弁みたいな感じやけんなんかねほぼ関西弁なんですよこまぴよさんかわいいえ何その文字の打ち方かわいいこれでいいですえまマジかじゃもうこれで完成でいいかななんか 皆さんと喋んやった方がうまくできた高知さんほローありがとうございますかわいいそのままでもいいと思う四国には関西えじゃあもうこのままでいこうかな <laughs> 四国には関西弁混じりが多いのよですよね質問 AKB48SKE48NMB48HKT48STU48 の中で憧れのメンバーはなんかね結構 あのね、初めに言っときます結構にわかなんですよにわかなんですけどあの私はアイドルにもなりたいしなんかもしアイドルになれたらあの演技できるアイドルになりたくてなので今よくねよいしょ言わせてもらってるのは AKB さんの中やったら小栗優衣さんがあの最近あるじゃないですかパフォーマンス歌とかダンスとかもうまいしパフォーマンス力もあるけどあの最近ドラマとかもよく出てるので。 憧れですって言わせてもらってます。あと顔もね、可愛いし、お目めくりくりでドタイプです。あ、めふた好きって言ってくれる女の子、珍しくて嬉しし。え、珍しいですかねあ、でも確かに。大体みんなサッカーバスケですよね。あとね、第3位は野球なんですよ、実は。関西のテレビは徳島でも見れるよね。そうなんです、そうなんです。大体ね、大阪とかの天気予報でも徳島が入ってるんですよ。受かったら上京するんですか上京します。いとこがね、東京にいるので、 ちょっとね一緒に住まわせてもらおうかなってめっちゃ目が痛い関西弁映るからねゴリゴリ映ってますほんまにほぼ関西弁ですねそうなんですよ結構ねタメ口とかで喋ったら泡弁出てくるんですけど敬語やったらねほぼ関西弁ですね50完了ありがとうございますめっちゃかわいいでえ嬉しいあ待ってこれ昨日も来てくれたなんだっけ読み方 あれやるなさん。合ってますか。るなさん、こんにちは。こんにちは。しなさん、sms 登録したら、星とカウントのポイントになりますよ。え、しなさん、ぜひね、あの。マイページ。からアカウント設定で、アカウント登録してください。そしたらね、ポイントか、ポイント加算になるんですよ。暑つ、暖房消そう。本当可愛いですね。たかっち大好きください。え。ありがとうございます。初見でいきますよ。 カッチ大好き <laughs> ありがとうございますゆうかちゃんおはよう低い声の方がいいねえありがとうございますカムカバーさんありがとうございます嬉しいゲームで山口愛媛の交流会してた人やけんなあそうなんですねこの髪型だと大森美優ちゃんに似てるちょっとまた存じ上げてないあと大学四国出身多かったからな 結構四国の方っていろんなところにねいるんですよ。えまた1,000人超えたありがとうございます嬉しい時間は。あれ何時までできてたっけいうか11時50分かな。京都はテレビ大阪映らないえー、そうなんですかてか小原さん京都なんですか髪の毛綺麗ですね。そう今ねちょっと朝準備で巻いてたんです見てください。可愛いいでしょ。レインメーカーさんほらありがとうございます。 よいしょよいしょ。正解です。やった。はじめまして。AKB のオーディション頑張ってね。応援してるよ。ありがとうございます。ぜひユッピで覚えてね。フォローと応援お願いします。自分、大谷選手好きよ。WBC 楽しみ。いや、高校野球しか見ないんですよ。しかも、高校野球も、あの、徳島の高校だけ見て。<laughs> ああ、ると頑張っとる。わーって湧いて、終わりました。<laughs> あよしよしさん説明ありがとうございます。お疲れピーナッツです師匠さん。コマンビアさん、キャーって。あ、シの大好きください。あじゃあ、行きますよ。しの大好き。いや、まじで大好きです。ありがとうございます。いつも。少し前まで京都にいました。あじゃあ、いろいろと点々してるんですね。白い学生さん、ほらーありがとうございます。10時50分から配信始めてるね。ほな、11時50分までや。 兵庫でもテレビ大阪映らない地域在住ですええー、そうなんやでそんなとこあるんやあ初見さん平岩さんこんにちはこんにちはありがとうございますコメント兵庫民からしたら兵庫大阪京都似てるようで全然違うそうなんやえ奈良も入れたってくださいあシのうんうんってやっとるかわい,い今年もまだスチューデン ロス中さんフォローありがとうございます <laughs> なるほど高校野球か自分逆に高校野球はあまり見ないななんかね暑くないですか激熱じゃないですかなんかちょっと失礼かもしれないんですけどなんか言うかね強いところがやってるのってあんまり興味なくてなんかそのなんや草野球みたいななんかそんなに強くないチームがめっちゃ頑張っとんとかめっちゃ好きなんですよ チームエイトの特殊の代表になって欲しかったです。ああそれね、この間も言ってくださった方いました。ドラさんこんにちは、こんにちは、初見ありがとうございます。山口長崎佐賀で、佐賀新しい、移り住んできた人。白い彗星です。白い彗星さんこんにちは、ありがとうございます。だんだん方言が増える方向で移り住んでる。確かに、佐賀の子もね、友達にいるんですけどケンケン言ってますね。 徳島出身48メンンバーー少ないいいからオーディション合格してくださいマジでで頑張りたいんです,そうなんですよ徳島ってね結構芸能人とか有名人がいなくてなんか言うか徳島の名をねとどろかせたいんですよ日本にすごいいいとこなのででねぜひ是非 AKB になって徳島をね PR したいと思いますわかる弱いけど頑張ってるとこいいよねいいですよねなんかうちの学校もねそんな強くなかったんですけど8時とかまであのなんだっけナイターライターナイターか つけてね頑張ってたのですごいねかっこよかったです同じ兵庫でも南と北とでは喋り方が違うよ、えー、兵庫の子もね結構いかつめの関西弁ですね,ねその子めっちゃ可愛いんですけどめっちゃ美人さんで絶対標準語喋るやろみたいな顔なのにゴリゴリの関西弁なんですよこんにちは50カウントお届けです徳島出身応援しますねありがとうございますのなめさん <laughs> ありがとうございますゆっぴキャッチボールするかうわいうか下手くさやけどいいですか 反感ビーチ意味わかるえわからん。裁判とかですかね？え、何ですか？かた君教えてアベッジさんここ野球のががめしゃら感熱いよね。そうなんです。あれが良くてね。やっぱ汗水流す方がいいんですよ。去年母校野球部が県予選のベスト4まで行って応援行ったけど、めっちゃ楽しくわかる。なんかそのベスト8とかさ。なんかそういう風な方がいいですよね。 わかる強くないチームに感じ入るのですよね。やっぱみんなそうなんや。現在は S.T.U のマヒちゃんだけ。あ、徳島の方ですか？ちょっと調べとこう S.T.U のマヒさん。元 S.K.E. フォーティーで岡田ミックさんは徳島出身だったような。あでも結構おらしゃるんですね。8の徳島ツアーで徳島行きました。行きました。徳島駅前の佐賀の近くのホテルに泊まって徳島ラーメン食べました。もしかして麺王かな？貝玉無料券もらえましたか？ 階段無料券もらっとったらゆうかの好きなラーメン屋さんですピピスマイルレシフェルさんピピスマイル内緒だけど昔は高校野球まるが盛んでした高校野球〇〇んなんやろうえなになに2日ぶりに来た師匠さんお疲れピーナッツです <laughs> ありがとうございます見に来てくれて 確かにチームメイトの特殊マークが開いてるねえちょっとじゃあどうですか運営さんでもねちょっとね1位3位以内がね多分いけると思うんですけどちょっとね厳しいかもしれないのであの特別審査員枠狙ってるんですけど審査員さんがねまず来てくれないことには始まらないのででも来てくれないんです決勝始まってからうちの高校弱すぎて応援行く意味がわからんかったいやでもねそれを応援するんですよ万年初戦敗退あ ちょっとそれは <laughs> 思ったより弱かった <laughs>。弱いものを応援したくなる反感美意気の意味。そうなんや。心理的やっぱ問題なんですかね。自分の田舎は山田。後世が有名よ。青森山田ですかでもエイト4月30日って活動休止になっちゃいます。あそれ言ってましたね。確かに。あっ、りょうとくん。キラキラの星ありがとう。ありがとう。 STU48 の谷口真輝奈ちゃん月曜日にラジオ出てるよ調べてみよう、えー、谷口真輝奈さんですねなんとか入れたらいいね頑張りたいんですよでもねほんまにちょっとね先日休んじゃったのがねちょっと痛くてあきさんこんにちはこんにちはちょっとちょっとね準備を再開していきたいと思います青森ねあやっぱ青森山田ですよねちょっとオイルつけて えー、じゃあもう髪の毛これでいいかなんか可愛いって言ってくれとるしほんまはねこっからハーフツインにしようと思ったんですけど、まあ、皆さん褒めてくださってるのでこのままでもいいかなーって青森山田卓球部有名やったのになーえそうなんですか徳島っていうと池ケイ子なんで池ケ子を知ったんですか池田高校あ昔野球強かった県ですかね こんにちは今日もおきれいですねありがとうございますハーフツインも好きよーんえどうしようかなうちの高校在学中に甲子園行ったよえー、ええー、コーラさんが在学中にですかいいなすごゆぴかわいいぞありがとう高校最強の卓球部だったのにね青森山田高校いやねいいかそこまでね上手くないのでね有名なとこも知らないんですよ鳴門市民会館でエイトのツアーがあってゆいゆいお部ぶりんちゃん くらの蔵のなるみちゃんが来たんですよ。えなると市民会館にへえあそこでするんよ。意外よ。待って師匠さんなんて書いたんですか？それあれですよね。多分一番有名な方ですよね。池子の監督さんの大阪は大阪桐蔭が強いです。野球あ、なんかあれですよね。遠いんでしたっけ？なんかあのプラカード持つ女の子になりたくて、その高校に行く子がよくおるみたいな。 聞いたことあります財政難で青森山田の卓球部が廃部っていうえ,ー、え私立じゃないんですか青森山田ってかずさんかわいいありがとうございますネオンさんあまりにももったいない確かになんか募金とかねしたらよかったのに倉のおなるみちゃんインフルエンザになったみたいですゆうかちゃんも気をつけてね気をつけますありがとうございますなんかね結構ゆうかも毎日で撮ったし結構ね友達とかも 熱出てる子多いのでちょっとねマスクして気をつけたいと思いますやっぱコロナがちょっと収束し続けたらインフル流行りだすんですね全国チャンピオンを何人も輩出してるのに青森山田は私立やな私立でも財政難とかあるんやあれですかねサッカーにちょっとかけすぎたんですかねジャイアンツの坂本選手は後世にいたのよ ってて初めて聞きましたインフルエンザ流行ってるらしいえっ、ー、ワクチン打ってないよいうかインフルのやばいかなえなんかマジで思ったより髪の毛上出来でめっちゃ嬉しいんですけど <laughs> ちょっとテロップ変えとこうなんかね他の配信の方とか見に行ったらこのテロップでね次の枠何時からですってやっとる人多かったっけん。 ちょっと真似させてもらおう。字枠二十一時からです。からです。OK、池田高校は元巨人の水野が。有名。ええー、そうなんや。待って待って。スクショください。いいですよ。じゃあ、スクショタイムいきますね。 はいスクショタイムでしたシュノのためにねスクショタイムしましたよワクチンは効かないしえそうなんですかあでも確かによかインフルワクチン毎年打っても毎年なってましたわエイトのツアーとボルティスの試合が重な、ね、なるほど宅から駅で拍手が送りましたすご徳島って臨時電車あ、臨時汽車ですよ臨時汽車臨時汽車出せる なんか臨機応変さ悪いんよ。二十時には入眠かな。そして起きるのは朝。朝は二十一時のことですね。ハートポーズください。いいですよ。いきますよ。<laughs> はい。<laughs> ハートポーズでした。 みなさんかわいいありがとうございます。きゅっきゅうさんこんにちはこんにちは。とっちさんかわいいありがとうございます。フォービーさん、にゃ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 初見でコメントありがとうございます。ぜひね、フォローと応援お願いします。ゆっぴと申します。あら、ウインクかわいい。ウインク得意なんですよ。いつでも言ってください。あかん持って行かれたわ。え、かわいさにルト <laughs> 高校はソフトバンク、ホークス、坂東くーき昨日は全国放送でイケメンされてた。 へえ。知らん。<laughs> ワクチンはうつらないためにやるんじゃないよ。あ。え、何のためにやるんですか。きかん。ようにするため。あ、ひどくならんようにするためか。可愛い,い、ありがとう、いえいえ。ゆぴゆぴファンネームないやん。え、ファンネーム何がいいだろう。え、何にしよう。え、じゃあ、あのファンネームゆっぴみんにしてください、ゆっぴみん。待って。 ちょっと紙取っていきますいません失礼しましたそうや確かに言うかねなんかファンネームとかを考えるの遅すぎなんですけどね多分症状を軽くするために打つのにあやっぱそうなんやかずさん頑張りますね徳島って 大ボケからナルトまで観光地が県全体に広がっていいよねえ、結構ほんまにね自然が豊かなのでぜひ来てくださいお食べ物美味しいしねクッキー綺麗やしかずさんかわいいありがとうございますかわいすぎて困らせないでくださいえー、もう優香の方が困ってますよ皆さんがそんなかわいいかわいい言ってくださるので 見てください適当なんですけど考えましたファンネームどうですかユピミン <laughs> ありきたりすぎるインフルワクチンは流行株を予想して作るので効かどうかはうんうんげえ <laughs> なん病気なんて気合で治す間違いないナルト駅がお宅でいっぱいになって帰るか不安になった時に臨時列車が同乗して JR 四国は神でしたありがとうございますでもすごいでしょ記者 なんかゆうかの乗ってた路線汽車の路線はあの手動でドア開けるんですよピンク色の汽車なんですけど免許取れたから車で今度行くえ行ってください実はゆうかもね免許持ちだったりするんですよ皆さんぜひねこれをね名前の後ろにね <laughs> アットマークゆぴみんで入れてください <laughs> 厚かましい <laughs> 皆さんぜひこれを頭ットマークゆ,ゆうかのことねちょっとでも好きって思ってくださる方は 名前の後ろにアットマークゆぴみんでお願いします褒めちぎります褒めちぎってくださいゆぴみん A ですよねぜひ入れてくださいあでもしののゆかちゃん可愛い大好きがそのままでいいですよごしまけんいちろうさんピピスマイル初見でありがとうございます今はねファンネーム考えてました ゆっぴみんよしよしさんゆっぴみんありがとうございます覆面審査員来てるといいですね覆面の審査員とかもいらっしゃるんですかゆっぴみんグッド師匠さんありがとうございます皆さん浮気しないでくださいや、まあ、でも可愛い子多いんでね浮気は致し方ないんですけどぜひお願いしますゆっぴちゃん飛ばしそう飛ばしそう何をインフルをゆっぴみんゆっぴみんですか 自分ユピミンって入れたら推しのルームに行けなくなっちゃうわ。あ、そっか。え、じゃあどうしよう。じゃあ皆さん心の中でユピミンって思っててください。お願いします。そっかそっか。確かに。皆さん浮気バレちゃいますもんね。コアラさん、車。あ、車飛ばしそう。ブーンって。そんないかつい運転しませんよ。 ファンの名前の設定変えようファンの名前の設定変えようってどういうことですか残念ながら文字数いっぱいみんな,みんなん解禁賞で代用させていただきます確かにアーチャングさんねいつも来てくださるのでありがとうございます大丈夫もうバレてます <laughs> あれバレとった忘れないうちに変更完了え稲さんありがとうございます嬉しいなうもうそろぼっち ええー、行きたくないー。<laughs> みんなと話しときたいのに。いや、でもね、ちょっとコこれ一生生来てないとね、ちょっとほんまに社会的に抹殺されるらしいので、このね、鑑賞会は絶対行かなあかんのですよ。ちょっとね、たくさんお勉強してきますね。<laughs> 髪の毛もできたし、ゆぴみんどこにつけようかな。<laughs> 待ってください。ネオン、アットマーク寄せ鍋たい。えー、っと、アットマークゆぴみん。お願いします。<laughs> ネオンさん、こんだけ来てくれるんやけど、もうゆぴみんでしょ レベいくとファンに入れるんだけどそれがファンネームファンネームの設定とかああ、なるほどうかがファンネームの設定をするってことかやっときますやってみます頑張って調べて待つえらい星にしとるえらい頑張って頑張りますありがとうございますてかつけようかなどうしようかなとか言いながらね多分21時の配信来てくれた時はついてるんですよねおのさん さん頑張りますね頑張りますファンネームの設定があるそうなんやちょっとじゃやっときますね知らんかったどっからできるんやろう配信設定かな俺はゆぴーミンなのか師匠さんはれっきとしたゆぴミンです結構あなた子さんですよしかも結構来てくれてますしねレベル10なってましたありがとうございますゆぴが僕のこと大好きだもんなそうですよ大好きですよネオンさんのこと リマルさホントありがとうございますありがとうございますついてなかったらどうするブロックです <laughs> 嘘そうそうそう、ウですブロックしないです <laughs> ついてなくても全然いいですよ DD で有名やから俺は DDDD DD って何ですか ?DD って何やろう DS なら減ったんですけどね しんまさん初見ですありがとうございますコメントありがとうございますとっちんハートありがとうございますやったこれと一緒の色や AKB 入ってほしいです頑張りたいですマジで入りたいのでねちょっとねまあ1番は3位以内を目指してで、次に特別審査印象を目指して頑張りたいと思ってますしの誰でも大好きあ、やばい浮気バレた <laughs> でも皆さん大好きなんですよ。ブロック <laughs> 絶対言ったらあかんマジでへえブロックするんだ。いやしないです。あ、ごめんなさい。しないです。皆さんしないです。絶対ごめんなさい。誰でも大好きで dd あなるほど。え。しの浮気してるんですか？もしかしてまあいいですけどね。ブロック怖。 ブロックしないです <laughs>。俺もブロックしてほしいは意味わからんくないですか。試しにつけずに来ようかな。ダメです。ダメです。待ってやばい時間ない。待って。えー、っとじゃちょっとね、あの男女の方呼んでいきますね。いきます。13位はカズさんありがとうございます。12位がカズさんいつもありがとうございます。11位がエンドラルさんありがとうございます。で0位がネオンさんありがとうございます。で九位がゆきおさんありがとうございます。 で八位が阿部知さんありがとうございます。で七位が亮斗くんありがとうございます。で六位がシノありがとう。で五位があおちゃんくさんありがとうございます。で四位がよしよしさんありがとうございます。で三位がんの顔のんさんありがとうございます。で二位がスのンコさんありがとうございます。で一位がね早速つけてくださってるいなさんゆピミンありがとうございます。嬉しい。<laughs> ステボシだけど投げたわよ。ありがとうございます。ステボシ。<laughs> はてな。<laughs> しの、すいません。すいません。今日は夜配信までに、せんじレポートをめます。頑張ってください。皆さんで頑張りましょう。バイバイ。かおるさん、かわいい。ありがとうございます。またちょっといける。一二分ぐらい。ファンネーム設定は、自分プロフィールからできるかな。多分。やってみますね。 ケントさんお疲れ様ありがとうございます。お疲れピーナッツです。皆さん、朝早くから。ストンコさん、ありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございます。配信ありがとう。もう一番言われてうれしい言葉です。いえいえ、こちらこそ来てくださってありがとうございます。皆さん、イナさんもね、ありがとうございます。四条さん、またね。そう、次は夜21時からやってるので、ぜひ来てください。あと2分ぐらい。あっ、死のありがとう。時間管理。よしよしさんも時間管理、ありがとう。 お疲れピーナッツです。気をつけて行ってきますね。それではね、もうね社会的摩擦されないように行ってきたいと思います。<laughs> 芸術鑑賞頑張ってきます。皆さんも一日気をつけて、また二十一時に会いましょう。お疲れピーナッツでした。I love you です。首相さん言うかも。<laughs>